橋本康氏は、日本の政治家、実業家。佐賀県都市市長。佐賀県都市出身。都市立都市中学校。佐賀県立都市高等学校卒業。1979年3月、早稲田大学小学部卒業。同年4月、富士通に就職。システムエンジニアとして、主に国立大学病院のシステム開発を担当する。 1986年3月、富士通を退職。同年4月、株式会社中央圏に入社。5月に、同社の代表取締役に就任。2006年12月、同社を退職。2007年2月18日執行。自民党、公明党の推薦を受けた現職の無田秀俊を破り、初当選。3月15日、市長就任。 当日有権者数、人最終投票率 62.、62.22%2011 年2月20日、執行。前回敗れた無タが、自民党の推薦を受けて、橋本に再び挑み、その他1名が立候補した。再選を果たす。当日有権者数、52,730人、最終投票率 57.、57.40%2015 年2月22日、執行。 自民党の推薦を受けた前市議の中村慶一らに候補相手に戦い参戦。当日有権者数54,915人、最終投票率 49.80%2019 年2月17日、執行。自民党の推薦を受けた元市職員の牧原誠治を10票差で破り4戦。投票率は過去最低の44.58%を記録した。 当日有権者数57,621人、最終投票率44.58%西側にしか入り口のない JR 都市駅の協定駅化と新自由通路を建設する計画を打ち出し、2017年10月、JR 九州と包括連携協定を結んだ。2018年11月28日、都市駅周辺整備事業の基本設計の概要を 発表。ところが、約124億円に上る、総事業費の負担が大きいとして、同年12月3日の市議会全員協議会で撤回を表明した。橋本は記者会見で、駅東側住民の期待も大きかったので残念だ。今後は、西口駅前広場や、交差点、道路の整備を進めたいと述べた。 駅東側の市民らが協情改札口を先行して新設するように求めた計画案を提出するが2019年9月9日、橋本は市議会一般質問で効果が限定的で難しいと述べ採用しない考えを明らかにした。2019年6月25日、都市議会の自民党取り分い、公明党、共産党の3会派は橋本に対する 辞職勧告決議案を提出。自民党を取り分かれ代表は、趣旨説明で、市上下水道局職員による閣僚発注問題などを挙げ、市への信頼を失墜させた市長の責任は人大と述べた。橋本は、採決を控えた6月26日に、賛成が4分の3以上なら、議会解散か、市長失職のどちらかになる不信任の議決と同義と話した。 6月27日、市議会は定例議会本会議で辞職勧告決議案を採決し、賛成14人、反対6人で可決した。橋本は続投する意向を報道陣に示した。同年10月7日、市議会は定例議会本会議で再び辞職勧告決議案を可決した。橋本は続投する意向を表明。ありがとうございます。